カーメロ・アンソニーはレブロン・ジェームズ、現ロサンゼルス・レイカーズと同じ2003年ドラフト組の一人であり、昨年5月に現役を引退するまで NBA 史に名を残すスコアラーとして人々の記憶に刻まれた。2011年には生まれ故郷ニューヨークのチームであるニックスへ移籍したが、当初は外戦を全く考えていなかったと明かしている。 カーメロはレブロンやクリス・ボッシュ、ドゥエイン・ウェイド、共に元マイアミ・ヒートほか、長名を連ねた2003年のドラフト全体3位指名で NBA 入り。デンバーナ・ゲッツ、ニューヨーク・ニックス、オクラホマ・シティ・サンダー、ヒューストン・ロケッツ、ポートランド・トレール・ブレイザーズ、レイカーズと渡り歩き、 19年間で NBA 歴代32位の通算1260試合に出場した。2012から13シーズンに得点王、平均28.7点に輝くなど、通算28,289 28得点は歴代9位にランク。オールスター出場10回、NBA75 周年記念チーム選出のほか アメリカ代表としても五輪金メダル3回と将来のバスケットボール殿堂入りは確実視されている。ニューヨーク市ブルックリン出身のカーメロは2011年2月に3チーム間トレードでナゲッツからニックスへ移籍。アイムカミングホーム、ただいま、という言葉は多くのニューヨーカーたちの心に響き、カーメロもチームのために全力を尽くした。 自身のポッドキャスト 7pm in ブルックリンでニューヨークに行きたかったかという問いに対してニューヨークは決して望んでいた場所ではなかったと答えているみんなは俺がデンバーから出してくれという風に移籍したと捉えていたけど決してそんなことはなかったカーメロはナゲッツが2009年のカンファレンス決勝でレイカーズに勝っていたら シリーズ2勝4敗で敗退。NBA ファイナルでオーランドマジックに勝って優勝していただろうと回想。同シーズンはコビー・ブライアンと要するレイカーズが優勝。その上で、変化を必要としていたチームに対してあることを伝えたという。俺はチームを再建したいわけじゃない。ここ、ナゲッツ、から出たい、とは言っていない。 でも、俺に君たちのカード、プラン、選択肢、を見せてくれ、と伝えた。ナゲッツは当初カーメロを引き止める意向だったが、2010年夏、両者はトレードが最善の解決策だと悟った。カーメロによれば、シカゴブルズも交渉のテーブルについていたというが、実際にはレイカーズとのトレードが成立寸前だったという。ラマオドムとアンドリュー。 バイナムの交換で、俺とネネがレイカーズに行く内容だった。ニューヨークのことは考えていなかった。契約成立が流れたのは、今考えると、俺をウエストに行かせたくないんだな、という感じさ。イーストに行かせるつもりかい。じゃあ、ニューヨークへ行かせてくれ。ってね、あのトレードは起こるはずじゃなかった。でも、結局ニューヨークへ行くことになった。 また、カーメロは、ニュージャージー、ネッツ、には行かない、とナゲッツのフロントには伝えていたとも明かし、ブルックリンに移転するなら行く。でも、ニュージャージーには行かない、プレデンシャルセンター、ニュージャージーネッツ時代の本拠地、ではプレイできない、と冗談まじりに語った。結果的にカーメロは移籍したニックスでエースとして君臨。 リーグタイトルを獲得することはできなかったが、生まれ故郷でのプレーは彼のキャリアにとって意義のあるものだったと言えるだろう。